感染者が増加している中、クリスマスや年末年始など人が集まる機会が多くなる季節ですということで今日は改めて基本的な感染対策の三つのポイントをまとめてお伝えしていきますはい、こちら虎の巻、はい、虎の巻と題しまして繰り返しになりますが基本的な感染対策、こちらの三つですね消毒、換気、マスクとポイントを分けてお伝えしていきます、うん、まずはこちらの消毒についてこんな気になるデータがありますはいこちら 飲食品や日用品、感染対策などすべての購入に対するアンケートなんですが去年と比べ今年販売が減少したものの1位がなんとこちら、うん、手指消消毒毒用のアルルコールなどを含む殺菌消毒剤だったんですまあ持ってるよっていう方も多いでしょうし体温計なんかはね1回買っちゃえばまあそのまま使い続けられるかなと思うんですけど、うん、まあこの情報を見て先生、いかがですか。はい あの体温計はです、ね、おっしゃるとりに1回使うとそう壊れないのでただこうやって食消毒薬がです、ねまあ、減ってきてるということは、まあ、関心が恐れていいるんだなとううふうに思いますうん、まあ、もしかしたら、まあ、自分もそうなんですけど正直あの以前に比べるとあの使う頻度っていうのが減ってるかもなという印象はね,ねありますよね、はいはい。とはいえですね出先でなかなか手を洗う場所がないといった場合もあると思うんですが、はい、そんな時にですねこういった 個包装のアルコールというのもありまして<う>こちら、私も使っているんですがこれですね、パキッと割るとこんな風にアルコールが出てくるタイプなんですね。ああのフランクフルトのケチャップマスタードみたいな感じですこんな感じで出てくる<ー>、まあ、こういった便利なものもあるんですが、はい、先生、アルコールを選ぶときのポイント使い方のポイントなどはありますでしょうか、はい、あの個包装しているとですね、まあ、これはあの劣化がしにくいので、まあ、使い切りということになって衛生的です。 で、まあ、これはですね、あの、手洗いがしにくい時を使っていただけると、まあ、すごく有効だろうと思います。あの、改めてなんですけども、こういう手洗いだったりとか、手指消毒。まあ、対新型コロナウイルスというところで言えば、まあ、有効というところなんですよね。はい、これはですね、新しい変異株になってもですね、ここはあの、変わらないので、もうぜひですね。まあ、手洗い、消毒、よろしくお願いしたいと思います。はい。はい、で、そんな中なんですけど、こんなちょっと疑問の声がありまして、はい。 次亜塩素酸水の空間噴射はありなのかというところ、いかがでしょうか最初、ですねこうやって空間噴射も少しはあの流行った時もあるんですが、これはかえってですね環境にですねよくありません、またこれは吸い込んだりすると、まあ、人体に免疫を与えますので、これは推奨しませんまあテーブルであったり、ドアノブのまあ消毒に使うというところですかねそうですね、まあ、あと、正式にですねあの使っていただくのは構わないかなというふうに思います。はい 続いてポイント2つ目、換気についてですね。今はオミクロン株が主流ですので、うん、エアロゾル感染の対策が必要となってきます。と、はい、ということでこでちら 室内換気のポイントですね。うん、室内換気のポイントですえ。こちら以前もお伝えしましたが、ね、空気の入り口と出口を作り、空気の流れを作ること。それから、空気が滞留してしまう場所にはこのようにサーキュレーターなどを置いて補うことが大切です。うん、先生、こういった換気の頻度など補足するポイントはありますでしょうか。これはですね、まあ30分に1回、まあ数分間の環境となってますが、これ密な状況でまあ人がたくさんいるような環境になってくると。 あのもうちょっと換気をの頻度が必要になってくるかもしれません,うん、まあ、状況に応じてこう想像力を持つことが大事だなと思いますよねそして今回博多区の飲食店大きな小料理や甘いろにご協力いただき数分間の換気がどれくらい効果があるのかを実験しました。うん こちらですね、はい、締め切った個室でマスクをつけた3人が4人掛けのテーブルで会話をしていますおよそ6分で二酸化炭素の濃度が 1000ppm に達したということなんです先生この 1000ppm というのはどういった数値なんでしょうかこれはですねかなりこれはですね換気が必要となってくるという値になってきますでこれはですねあの感染のリスクがすごく高くなってくるので目安としては非常に重要な数値になってきますねはい。 そして、その後、窓を三十センチほど開けて、二分半換気したということなんですね。うん、すると、八百 ppm 以下に下がったということなんです。はい、先生、この八百 ppm というのは、どういった数値でしょうか。 これはですね、もうかなりリスクが軽減されてますのでこの実験ボムを見てちょっと驚いたんですけど、まあ2分の換気でですね、まあ、これぐらい下がってくるということはやっぱ換気は重要だなというふうに改めて思いました。なるほど、2分半ですよねで、こういうのにサーキュレーターが、はい、まあ追加できるとさらにまあ換気効果というのは見込めるとというところですよね。続いてちょっと僕も考えたりするんですけどあの空気清浄機つけていったら大丈夫なのか、これ、いかがでしょうか。 これはですねなかなかちょっと証明しにくいところもあるんですが、はい、あのやはり換気がどうしても保てないようなところはですね、まあ、空気操縦機も空気清浄機も一つの選択肢だと思いますただですね、まあ、しっかり添付文書を読んで、まあ、あの正しく使われるということをです、ねまあ、心がけていただきたいというふうに思いますそうですね、なんかあの対策の中の一つぐらいに捉えておくことが大事っというところでですすかねね、はいはい、そうですね、はい、あまり過信しないようにということも重要だと思います。うんうん、ありがとうございいます、はい、続いて最後のポイントはこちら マスクについてです今は様々な素材のマスクがありますが、ね、改めてマスクの素材の違いによる飛沫量のデータを確認していきます、はい、こちらは豊橋技術科学大学が発表しているマスクの素材別の効果を表すデータですマスクなしを100%とすると、うん、不織布マスクをつけた場合吐き出し飛沫量は20%、はい、80%のカットとなりますそして吸い込み飛沫量は30% 70%のカットとなるんですね まあ他の布やウレタンなど他の素材のマスクと比べると不織布マスクは効果が高いとということが分かりますまあ3年近く、ね、ずっとつ,つ,つけ続けているわけなんですけど改めてまあつけ方だったりとかあとは選び方などで先生ポイントはありますか、はいはい、あの不織布マスクはです、ねまあ、正しくつけ合わないと効果が悪いです、はい、鼻をしっかり覆うということ、ですね、うん、口、顔全体を覆うということ、でまた必要以外にです、ね、ここをつけたらと触らないということですね。 でまあ、選び方は、ですね、まあ、あの不織布マスク、今、いいのがたくさん出てますので、まあ、あの見られてお、ご購入いただけたらと思います。はい、ただ、やっぱこれ見ていただけると、ウレタンマスクとか、ですね布マスクはちょっと不織布マスクについ比べては、感染対策上、ちょっと落ちるところがあるので、まあ、十分ご注意いただきたいと思います。 あの場面に合わせてっていうところでもありますよね。まあ、年末年始で人が集まるような状況だったり、まあ、寒くて換気しにくくなった時っていうのは。まあ、より効果の高いマスクのつけ方を意識してほしいというところですかね。はい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 、まあ、どうにかですね。この先、まあ、動き続けたりとか。まあ、自分たちが楽しんでいくためにも、こういった基本的な対策っていうのを振り返ってですね。まあ、できるだけ細やかに真を想像しながら、引き続き続けていきましょう。